回の実践ホールは岐阜県可児市にある富士可児店。今回も出だしは最高、あとは流れにさえ乗れれば2万枚。前回の終わりに突入したスペシャルバトル、ここでいかに勝負玉を獲得できるか、さらにはどれだけの出玉を獲得できるか、そこに注目ですが、大丈夫だよね、大丈夫だよね。ちょっと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 避けちゃうんだよね。さすがに単発はダメだよ。避けますか。おーい、これはまずい。いや、立ち上がるっしょ。これは雲が動いてません。いや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 、復活復活復活、終わりってことでいいですかね。なんか夢でも見てたんですかね。さあ、ここで獲得枚数が700枚、これで投資した分はとりあえず返ってきましたね。ただね、勝負玉の残りが5個っていうのは悲しいですね。さあ、ただまだ終わってませんからね。ここを一撃で持ってこい。ありますよ。さあ、下段で揃っての、あれ、どうも今回勝負だまりプレイが弱い。こうなってくると非常にまずいですよ。残り2つ、さあやってきました。シュー揃うのが勝負玉リプレイ。ただ今回はなんとか継続。ギリッギリですね。さあ、続いての真剣勝負。今回真剣勝負中結構調子がいいと思うんだよね。さあ、再びシューが出てきて楽勝の継続。どうも今回はいけそうな気がプンプンとしております。ただ勝負玉が順調にはたまってませんね。あと皆さんお気づきかと思いますが、声ガラガラなんですよね。いや、季節の変わり目ってのは怖いですね。ただこの勝負玉リプレイだけがどうも腹立たしいね。ぶっちゃけベルの方がいい感じで続いてますもんね。さあ、ここで再び勝負玉でダメ。この流れはやばいっす。あれ50回やな、セーブ使ってない。勝負玉リプレイ 50% 説否定しようとしてますよ。まあ、ただね、演出の流れが弱いんでね。さあ、なんとか気を取り直してのラスト1個、出てきたのはシン百裂拳。よし、来た。なんとか最後に勝負玉に、おい、いや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 、さすがにこの流れは復活でしょ。復活来い。おい、演出の流れとか関係ねえ。い
やーちょっと今のはねさすがに復活すると思いましたよね。さあここで集団チェリー、まあ、気を取り直してね一つずつ安倍氏を進めるしかないわけですから、なんとかこれは天覇につながりそうな流れですかね。あれこれは集団チェリーからの直撃ということでよろしいですかね。ということでまだまだあります。2万枚の夢、ここでいい AT レベルを獲得できたら、おい早いんだよ。さあオーラが青ね、青ちょっとこれは消化試合かな。まあ消化試合とは言ってもいつどこで何が起きるかがわからないのが北斗ですから、まあここもあれば十分でしょう。さあ得意の頭突きはサウザー、今回どうも頭突きダメですね。こうなってくると両手お祈りスタイルで死んですか。ちょっと自信がなさげ。さあ次は何を出す。本気ですね、完全に本気ですね。ただ出てきたのが真、手応えが悪いみたいですよ。このままあっさり5個使い切るなんてことないですよね。さあ出しました黄金の右腕、行きましたね、完全にドヤ顔でしたね今。さあそのままよし、内心ちょっとドキドキしましたが残り1個ってのはね、しかもまだ2個あると思ってたみたいで精神的ダメージが計り知れない。全身全霊をかけた一撃を。さあそして1つのまま真剣勝負。さあ全てをここに込めます。右腕で振り抜いたのは真、一切盛り上がらへんし、まあ盛り上がりませんね。さあこれは復活なさそうですね。しかしそのまま定めの時に突入しましたよ。ただね演出がどうも弱い、鉄板でダメでしょこの流れ。まあねそんなうまいこと当たりませんわね。あっさりやられましたね。あれこの流れは当たりますよ、おそらく当たるはずですが、いやー来ましたね。次回北斗の拳、この流れは素晴らしい。ここまで流れ的にはほんと完璧ですよね。残ってる仕事はここで AT レベル3か4を引くこと。しかし告知が早いんだおい。さあ次は黄色オーラ、一つずつ一応オーラは上がってますね。さあ激闘まで上がったんですが勝負玉のたまりは微妙です。ただ1回目から激闘まで行ってるんでなんとか続けたい。さあ今の新しい打法全く意味ないですね。おっ
一発で来ました。今回どうもシンがキーポイントキャラですね。そう、シンにめっちゃ強い。そして2回目も激闘まで上がったんですが、勝負玉がね、まさかのゼロ。激闘まで上がって増えないというね。ただ AT レベルにはそこそこ期待できそうな流れだけに終わらせたくないんですね。ドヤ顔が出たってことは感触ありですよ。さあ来ました、百裂拳からの継続。レバー叩いた瞬間にね、スタって思っちゃうんですよね、ああいう時ね。さあそしてまたしても激闘、ただ切れ気味ですね。あの勢いで継続させて3回連続激闘で現在2個っていうね。さあそしてまたしても勝負玉が大してたまらずに真剣勝負。こって、さあ勢いよく頭突きをかますもサウザー、今日はサウザーに呪われてますね。全くサウザーじゃ勝てる気しません。さあ芯が出てきただけでこの安心感、しかしダメ。さあ追い込まれました。ここで両方使っての時、ただ右に時がいたってことはまだ分かりませんよ。さあここでよし、残りましたね。さあ次は激闘にはいきませんでしたが、最高記録のたまりです。可能が一番増えたんじゃない。なんと2個ですよ、2個。ちょっと笑えねえわこの台。さあサウザーが出た時点で諦めムード。しかし揃いました、勝負玉リプレイ。やっぱりスカルンだね。さあそしてラストサウザーが出てきて済みましたね。こんだけ頑張って1600枚か。ただそのまま定めの時に行きましたね。さあ今回もこの辺で当たってくれると嬉しかったんですがね。いやもう過去形です、過去形。演出が弱い。あっさり負けましたね。ということでこの時点で1600枚、まあ順調ですね。ただこの番組数秒後には地獄に行っちゃうんでね、全く見せ場なく1600枚飲まれました。おい金です。これで投資が15本。ここからが本当の勝負です。